アロハ、フラ講師のひろこです。今日はレレウエヘというステップをご紹介します。このステップはレレとウエヘという2つの動きが組み合わさっています。レレというのはハワイ語で跳ねるというような意味もあります。皆さんがよく知っているウクレレという楽器、このレレも同じ意味です。そしてもう一つのウエヘというのは開くという意味があるステップになります。それではレレウエヘの動きを説明します。おへそを締めて足の付け根を軽く緩めるようにして腰を落とします。最初に軽く左に重心を乗せます。これは右に一歩進むための準備だと思ってください。そこから右に一歩、そして重心が右に移るときに左足が自然に斜め前に出ます。つま先は床にタッチ、かかとは軽く浮いています。そして足を戻してきて両足が一直線に並びます。この状態で上へに入ります。両方のかかとを一緒に上げて、そして下ろす、これが上へです。反対も行ってみましょう。まず左に行く準備として右に軽く重心を乗せます。そして左に一歩レレ、そして重心左の時に右足が斜め前、戻してきて上へ、右レレ、上へ、左レレ、上へ、右に一歩前に出して、そして上へ、左に一歩戻して上へ、このような動きになります。それでは後ろ向きでこの動きをもう一度ご紹介しますね。まずおへそを締めて腰を軽く落とします。右に進む準備としてまず左に重心を乗せましょう。そこから右に一歩、左足が斜め前に自然に出ます。かかとは浮かせて、そして左足を戻してきます。この時重心は真ん中、そして両方のかかとを上げて下ろします。今度は左に行く準備としてまず右に乗ります。そして左に一歩、右足を自然に前に戻して上へ、右レレ、上へ、左レレ、上へ、右レレ、上へ、左レレ、上へ、右レレ、上へ、左レレ、上へ。それではリズムに合わせてこのレレウエヘを練習してみましょう。いかがでしたか？このレレウエヘは2つのステップを組み合わせています。もし最初から練習されるようでしたら、まずウエヘから始めてみてください。ウエヘについては他の動画でご紹介していますので、ぜひそちらをご覧になって練習をしてみてからこのレレウエヘをチャレンジしてみてくださいね。この動画をご覧になって質問などありましたらお気軽にコメントください。またクオリタスの公式ツイッターアカウントがございます。こちらからは私のワークショップやレッスンの情報もご覧いただけますので、よろしかったらぜひチェックしてみてください。
ではありがとうございました。